Alright guys, welcome to Bocce the Rock, episode 8, reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access before YouTube, check my Patreon, the link will be down in the description. And let's just head to Bocce. Oh. Yeah, that's kind of sad. When they were supposed to have a concert, they will not come. That's right. I was just thinking that Bocce can actually just upload a video to YouTube, reveal herself, and get people to go to their concert. I think there would be a lot of people coming there, so that would be kind of amazing. But I don't think that's gonna happen. お知り合いなんですか?私の大学の時の後輩。おー。What a small world. また一段と面倒くさいやつになったな。飲み会を覚えたての大学生にツズるうざさがありますね。お、揺れた。あ、ひとりちゃん。前の路上ライブの時の。Damn。来てくれたんですか?もちろん。 Did she blow away the typhoon? これからどんどん強くなっていくみたいです。今よりも?はい。Oh my god。ここはライブの様子を配信して始めから無観客ライブだったということに。しないしない。わ、私たちの映像を待っててくれる人がいるんだから。それ絶対やめて。ちょっと進化してるし。She's evolved。本番直前ですけど、やっぱりお客さん少ないですね。一番目の結束バンドって知ってる?知らない?興味ない。見たくなったりね。 Nah, you have to prove them wrong. Yeah, but I kind of can get into their shoes because when I buy tickets for a concert, then there are some, how do you call them? Some people who perform before the main artist. And honestly, I only cared like once out of 10, 20 concerts. So yeah, mostly it's people I don't even know. But yeah, you have to prove them wrong. Kessoku bando desu. Yeah, they said it. I love this song. I have it on repeat every single day. But you're not scared. Come on, Bocce. You can do it. Michika-chan, sakki kara drama motatsuite ru na. Kita-sama,
リハでできてたのにずっとミスってるし、りょうさんもにじかちゃんと息が合ってない。 It's your time, Butchie。It's a great song, but even I can hear the mistakes right here. Yeah. No. Guitar と孤独と青い星でした。やっぱ全然パッとしないわ。早く来るんじゃなかったね。北ちゃん、次の曲紹介しないと。はい、次も私たちのオリジナル曲で、つい先日できたばかりの曲なんですが、演奏も曲もまだまだだけど、このままじゃ嫌だ。 Okay I'm getting kind of hot。They took their heads out of phones. Of their phones, sorry. Damn!Oh my god. Oh. Can you guys feel just like me? I'm sweating. Great job, Butchie. ちょっといいじゃん。ね。めっちゃかっこよかった。ね。見事なドヤ顔。二曲目、あのバンドでした。じゃあ次、あのバンドの曲です。Let me hear that song。ライブよく頑張った。今日は私のおごりだから飲め。Don't tease me。この方誰ですか？誰よりもベースを愛する天才ベーシスト、平井くくりです。私よくライブ行ってました。本当、君見る目あるね。観客に酒吹きかけたり、泥酔しながらのライブ最高です。ごめん、歌詞飛んだ。まあでもライブってそういうもんじゃん。顔面踏んでもらったのも良い思い出です。新宿ありがとう。カスタム最高。私ってロックのことまだ全然。最高。She said, motherfucker. Oh my. 理解しなくても大丈夫かも。まあ、続けてればどんどんファン増えてくよ。次のライブでも頑張れよ。ちゃんとノルマ代は払ってな。最後のセリフさえなければ感動したのに。ぼっちちゃんも今日はすごい頑張った。で、え？真っ白に燃え尽きてる？僕はもう疲れたよ。No。それ違うやつ。ほら、料理好きなの頼んで。はい。ぼっちちゃん何する？ねえ、それって。イソフタです。私大臣なので。大臣？楽しい気持ちのお裾分けっていうか、友達が楽しそうだと楽しくないですか？いいぞ。北ちゃんパワーでお姉ちゃんのひねくれ体質を浄化しちゃえ。ひねくれ？店長さん優しいじゃないですか。やめろ。じゃあ私、アボカドとクリームチーズのピンチョス。あと、スパニッシュオムレツのオランデーズソース添えください。なんて？このオムレツ、オランデーズソースのやつです。オランダ？キタさん、また意味不明なおしゃれそうなことを言ってる。私も何かおしゃれなチョイスを。ぼっちちゃん。じゃあ、マチュピチュ遺跡のミシシッピ川、グランドキャニオン、サンディエゴ盛り合わせで。うんうん、マチュピチュ、マチュピチュってあ、どこだ。あ、間違えました。フライドポテトです。どんな読み間違いだよ。私は首都。君いくつ？初めて来たけど、居酒屋って少し楽しいかも。
大人になってお酒飲めるようになったらもっと楽しいのかな。最近嫁の服の趣味が突然変わってさ、スマホも急にロックかけ出して。何、嫁のスマホ見てんの？ちげえよ、たまたま気づいて。まあ絶対浮気だなそれ。 Why did it take such a dark turn? でもされて当然なのかもな。毎日毎日仕事仕事で。当然ってことはないだろう。サビ前続きで休みの日も接待ゴルフ、たまに早く終わっても家に帰りづらくてこうやってお前と飲んで。 What's happening? たまに駅のホーム見てると飛び込みそうになってる自分がいるんだよな。人生とはどこまでも地獄なのか。高校在学中にデビューできなかったら私も一旦は就職しなきゃいけないんだよね。大学行けるほど頭良くないし、私の場合何のために行くのかもわからないし。今月のところ店の営業売り上げは後藤さんが最下位でした。また後藤さん。部長も意地悪よね。あのところ店買ってください。What is ところ店？何やってるんだ。That looks kind of gross. I wouldn't eat it. ぼっちちゃん、またいつものことだか。やっぱりこれいつものことなんだ。紙やすりちょうだい。毎回この作業大変ですよね。やば、ミスったかも。大丈夫ですよ。ここをこうして、ほら。手慣れてんな。What's happening? よいしょ。重長すぎない？え？大体こんな感じですよ。ありがとうございます。やっぱりもう少し修正していいですか？そういえば、行くよ。今日のライブ、ギター始めて3ヶ月かそこらでよく頑張った。え？行くよって誰だっけ？誰でしょうね、そのしわしわネーム。キタ、行くよ。ああ、キタちゃんか。ああ、ずっと隠してたのに、この名前嫌なんですよ。なんで？可愛いじゃん。店長さんみたいに、星の歌なんて書く素敵ネームの人には分かりませんよ。荒れてるね。だって、ダジャレみたいでしょ。キタ、行くよって。アホかーい。私のフルネームはキタキタです。キタキタ。なんか弱ってるの新鮮で面白い。お前性格悪いな。先輩バンドマンとして一言言わせてもらうけどさ、ま、気楽に楽しく活動しなよ。Yeah, pretty much. 夢を叶えてくプロセスを楽しんでいくのが大事だからな。っていうか先輩はどうしてバンド急に辞めちゃったんですか？She was playing. バンドしてたんですか？そうだよ、すごい人気だったんだから。じゃあなんで？飽きたんだよ、バンド。るじゃん。にじこちゃん一言も。あれ、そういえばにじこちゃんなかなか戻ってこないの。あ、すみません、ちょっとトイレ。にじかちゃん。ん？ああ、ぼちちゃん。どうかしたんですか？いや、ちょっと涼んでただけ。気づいたらもうすぐ夏休みも終わりか。何も聞こえない、何も知らない。夏休みは終わらない。私は学生なんかじゃない。水ぼっちちゃん、現実を見て。すみません。あのさ今日の演奏を見て気づいたんだけど、ぼっちちゃんがギターヒーローなんでしょ？ She knows。あのキレのあるストロークを聞いたら分かったよ。今更だけど、そういえばギターも一緒だし。ごまかすのは無理か。そうです。でもわざと隠してたんじゃなくて、今の私なんてまだ全然ヒーローなんかじゃないし、この性格を直してから話したかったんです。特にみじかちゃん。That's cute. 私としてショックですか？むしろぼっちちゃんでよかったと思った。あのさ、私本当の夢があるって前に言ったよね。Yeah. はい。Tell me. 私小さい頃に母親が亡くなって、父親はいつも家にいないし、お姉ちゃんだけが家族だったんだ。So maybe that's... Yeah, I know.
because no one was at home, then the sister had to just babysit her, like be with Nijika, so she ditched the band. Maybe. すごく幸せな空間で、そんな私を見てたから、お姉ちゃんはバンドを辞めてライブハウスを始めて。Oh. スターリーはね、お姉ちゃんが私のために作ってくれた場所なんだよ。mm-hmm. 姉ちゃんは絶対そんなこと言わないけどね。だから私の本当の夢はね、お姉ちゃんの分まで人気のあるバンドになること。スターリーをもっと有名にすること。でもバンド始めてみたら、私の夢って無謀なんじゃないかって思う時もあって、でもとんでもなくやばい状況をいつも壊してくれたのがぼっちちゃんだったよね。今日のぼっちちゃん、私には本当にヒーローに見えたよ。要は今度こそこのバンドで自分たちの音楽をやること、北ちゃんはみんなで何かをすることに憧れてる、みんな大事な思いをバンドに託してるんだ。そういえばぼっちちゃんが今何のためにバンドしてるか結局聞いてなかったよね。あ、私は To make friends。 ギタリストとしてみんなの大切な結束バンドを最高のバンドにしたいです。うん、OK。 それで全員で人気バンドになって売れて学校中退したい。ああ、ぼっちちゃんの演奏が動画の時みたいに毎回発揮できたらいいんだけどな。頑張ります。私、確信したんだ。ぼっちちゃんがいたら夢を叶えられるって。だからこれからもたくさん見せてね。OK。ぼっちちゃんのロック。ぼっちちゃんのロック。ぼっちザロックを。Yeah! ぼっちザロック。はい。It's the opening, right? Opening, ending. Wait, is it... Is it Nijika's voice actor singing it? Okay. Okay, nice song. Wait, so are there any other endings with their voice actress? I think I skipped some of the endings, if they have any other endings than this and the first one. Okay, I might have to check it out. And that was it, guys. Thanks for watching. If you like this reaction, then press the like button, because every single like helps and every single like counts, even yours. And don't forget to press that subscribe button. It would really help me and I would really appreciate it. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions with early access before YouTube, then check my Patreon. The link will be down in the description. And that's it. See you guys. またねー。